三島のお野菜を広めるためにオープンしたっていうような形で、最初に農家さんたちとの出会いがあって、お野菜が美味しいので、まあ、主食で食べてほしいっていうことでサンドイッチ屋さんをオープンしたっていう感じですね。イメージ的になんか BLT サンドみたいな、なんかもうメイン の, なんかのものを作りたくって、で厚切りハムを入れて、もうそれだけでもう地元の野菜をもうガツンと味わえるような、うちの一番人気の商品なんですけど、箱根清六三島野菜ですね。長くてなかなかあの全部漢字なので、あの読んでもらうことがなかなか難しくて、そこの今壁にちょっとぶち当たってる感じなんですけど、マーガリンが味噌マーガリンって言って、三島の渡辺商店さんというところの味噌を使って、パンは関南にあるモーレブさんっていうところのパン屋さんを使わせてもらっていて、厚切りハムとトマトと人参ラペと、でそれでキャベツと、あとレタスが入ってます。できるだけ野菜の味を食べてもらいたい、味わってもらいたいんで、あんまり味付けはほとんどしてないんですよ。なのでそのベジサンドも厚切りハムだけの味しかしないんで、で、ま、の味噌マーガリンを塗ってるっていう感じですかね。結構いいアクセントになってると思います。結構な男性でもお腹いっぱいになると思います。グリーンキノコサンドは、パンにからしマヨネーズが塗ってあって、あと炒めたエリンギ、あとツナタルタルが入ってるんですよね。あと炒めたほうれん草を、三島のほうれん草、全然あの前島さんたちのほうれん草が生で食べれるので、葉の部分は生で、でそれでキャベツが入ってます。ほうれん草が結構甘いんで、すごいなんか変なえぐみみたいのはないので食べやすいと思うんで、結構リピーターさんが多いですね、女性の。パンにマヨネーズが塗ってあって、でキャベツとコロッケ、卵で、そのマヨネーズにコーン枝豆マヨを使ってるんですよ。でこのコーンっていうか、トウモロコシと枝豆も三島のやつを茹でて、三島の味をすごい味わえると思います。ガツンと夏って感じですね。三島の夏を食べてるっていう感じの味で、この1年やっぱり三島野菜、箱根清六三島野菜をすごい地元の人たちに食べてもらえたなっていう実感はすごいあって、知名度的にはすごい上がったなっていう感じはあります。